はいどうもゆきです。今回はパワポケ13の部室のイベントを見ていきたいと思います。結構面白いんですよ部室。特に鶏の首のイベントとかはかなり面白いんで、ぜひ最後までご視聴ください。それでは行きましょう。まあこの部室も最初の頃よりはマシだよな。最初はただのロッカーだったもんな。今は屋根付きで雨でも安心だ。でも風とか壁とかもないしねえ。さっさと着替えよう。あ、やっぱり嫌なんですね。その頃、あれボタンを押したのにジュースが出てこないでやんす。おい、もちだ。部屋の温度を2度ほど下げてくれ。あれテレビのリモコンはどこだ。まったくコングロ高校といえども、この部室はまだまだ改善の余地があるでやんすね。お前ジュース飲み放題いいな。あ、キャプテン、いいところに来たね。みんなで何をやってるんだ。練習に使えるボールが少なくなってきたからみんなで縫い直してるんだよ。こういうの仲いいっすよね。そうか。俺も手伝うよ。そして。ああ、めんどくさいな、もう。爪井くんちゃんとやりなさいよ。こんなんじゃまっすぐ飛ばないわよ。少しぐらいイレギュラーした方がノックは面白いんだよ。そういえばさ、ボールの縫い目って108個らしいな。これ、そうなの？マジでそうなの？へえ、煩悩の数と一緒なのか。煩悩の108の中に甲子園に行きたいとかあるのかな。だいぶピンポイントだな。おいおい、そらないだろ。煩悩っていうのは大昔の人が決めたもんだろうし。試合とか勝負に勝ちたいとかならあるかもしれないな。どうなんだ、マネージャー。え？そんなこと急に振られても間違いない。なんだよ、木村ならこういう時。あなたたちそんなことも知らないの？本当にバッカねーって感じで答えてくれないと。ハードル高えな、木村の存在。ああ、がっかりだな、ひどい。何よ、そんなのネットで調べればすぐにわかるわよ。どうだ？十人年っていうのがあってさ、三毒？ごめん、わけわかんない。ああ、がっかりだなー。ほんと。ひどく木村に対して当たり強くないお前ら。あんたたちそんなこと言うなら自分で調べなさいよ。いや、間違いないわ。あ、キャプテン、いいところに来たな。実はグラウンドの向こう側に資材が捨ててあるんだ。資材っていうと木の板とかか。コンクリートブロックなんかもあるんだ。あ、ええやん。で、それをここに持ってきてこの物質の風よけに使えないかな。でもグラウンドの向こう側なんだろ。運んでくんのは結構大変だな。いや、実習で使ったあれがあるんだろ。何？そして、ちゃんと許可を取ったの？先生はエコだってことで説得した。あのままだと全部埋めるだけだからな。おー、トラクター。おーい、運んできたぞ。学校の敷地内だから免許いらないのよね。それにしてもよくやるわ。なるほど。私有地だから免許いらないのか。それにしたってトラクター運転してる高校1年生ってすげえな。じゃあみんなで部室を強化作業だ。まあ私もやるのか。普通に運転できるようになってるのがすごいっすよね。ん？どうしてここにキャベツが？あ、それは置いておいてよ。後で洗って刻むから。何か作ってくれんのか？メインはこれだから血を抜いて食べられるのは部活の後ね。出た鶏。え、またそれか。あれ平気なんじゃないの？つめいくんはそう言ってたのに。マネージャーもポキンとやるのか？この辺りの子なら誰でもやるわよ。まあ私は包丁で首を落とすやり方だけどさ。まあそれもだな。ここでやるなよ。当たり前でしょ。さあキャプテンは練習。いや、見てないとこでやんのかでも。ああ、なんか面白いことないかな。じゃあグラウンドで走ってくるか？ゆうきちゃんよ、俺の言ってるのは暇とかそういうことじゃなくて、事件だよ事件。わかる？事件？なんていうか非日常だよ。よ。この世界は非日常だろだいぶ。ほら UFO が飛んでくるとか、パワポケダッシュ行け。象が逃げ出してやってくるとか、まあダチョウならパワポケ9やれ。空から女の子が落ちてくるとか、まあ8だったら宇宙人はいるけどな。そういう面白い事件だよ。俺にはお前のその発想が十分に面白いよ。あれどうして部室に鶏が？おい、今の鶏、首がなかった。どういうことだよお前。それはだいぶ非日常だな。あ？何を言ってんのお前。まさか幽霊？鶏の幽霊なのか？さやかにポキンポキンされたから。幽霊なら足はないだろ。あ、こんなところまで逃げてたか。はい回収っと。おい木村、その鶏、あっちで首を切ったんだけどここまで逃げてきたみたいね。え？はあ？お前何さらりと怖いこと言ってんだよ。ん？あれ知らないの？鶏って首を切ってもたまに走ってくやつがいるのよ。そうなの？ガチでそうなの？知ってる人いたらぜひコメントで教えてください。嘘だ。そんなわけないだろ。首がなくなったら普通死ぬだろ。本当よ。アメリカじゃ1年以上生きてた有名な鶏もいるのよ。何食ってんのそいつ。そんなのどうせ都市伝説だろ。本当なのか？うん。本当の話です。マジ？そんなんあんの？俺普通の毎日でいいよ。事件が起こらない平凡な日々最高。いや間違いないわ。はいっていう感じでね、部室も結構いろんなイベントあって面白いんで、気になる方はぜひご自身でもやってみてください。こんな感じでパワポケ13の動画いろいろ上げてますので、気になる方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。